ちょっと、どこ行くの？また会ったわね、ネボスケさん。ブラックスワン、どうして？特に理由はないわ、美月さん。将軍の一撃は、でも幸い、無教は私の独断上だから。え、そうだったんだ。ありがとう、ブラックス。どういたしまして。まあ、私も貴重な記憶が消えるところなんて。別にいいけど、またこの。まさか、私がおかしな真似をした。姫子と幼児ちゃんは、まだ忙しくしてるだろうから、先に炭鉱に会いに行かない？見て！やっぱりあのカウボーイと話してる。目が覚めたのか？気分はどう？ベイビー！あんたが。それは。あんたは誤解してる。俺。私が紹介するわ。私たちは、ある人物を追っている途中で。だから遠慮すんな。俺ら巡回レンジャーは困って。まあ、え、ちょっと待って。ある人物を追ってって、あ、誰だったっけか。おいた、そうじゃなくて、マジで思い出せねえんだ。変だな。俺も覚えていないよ。え、どういうこと？ああ、まあいいじゃねえか。誰も覚えてねえってことは、きっとチンケなコソ泥だった。そうね、一段落したらね、早く姫子さんに会いに行く。うん、そうだね。構わないさ。今は各勢力が、それにカンパニーは功を焦ってはいるが、結局は平和の。ケーゲン将軍は大義をよく理解しているのね。恐れ入る。ほら、我らが。さすがは銀河打者。君、大丈夫か？安心して、幼児ちゃん。この子もう元気いっぱいだから。それより、幼児ちゃんこそ大丈夫？あの人、ロビンさんにも。話せば長くなる。彼は調律という能力を使い、俺たちの意識を自身と結びつけた。ケーゲン将軍が、ハルモニア生活。あ、うちらにもその、調律ってやつ使ってきた。あの時、サンデーさんは簡単に私たち。そのウォーク家の当主についてだ。少し複雑なんだが、一言で言えばカンパニーはビノコニーのファミリーの責任。しかしファミリーはすぐに。本当にそれぞれの。じゃあロビンさんはどうなるの？ロビンさんとサンデーはこの将軍。彼女にとってこの件は降って湧いた災いだったとしか言えない。同盟、そろそろ時間だ、諸君。私はカンパニー。これは宇宙全体に関係するような話だし。まさか。歓迎、ましてや、請求列車のような。え、うちはそういう真面目なことにはアレルギーがあるか。気にせず行ってくるといい。俺も先に列車に戻ろうと思う。車掌が心配していたからな。状況。え、お願い。それで、あんた。それなら我らが銀。詳しい理由は知らないが、話し合いの場はホテルのロビーだ。諸君、ついてきてくれ。アベンチュリーさんにトパーズさんまで来ているのね。
あの人は？博識が。久しぶりだね、請求列車の。そしてラフの将軍にも。こほう、どうやらすでに。もちろん。ええ、任せて。実はいい知らせがあるんだ。長期的な宇宙。それって正直に言うとカンパニーには何のメリットもない。カンパニーの話は終わったか。な、学会も天才クラブも今回具体的な内容については、有機生命体の内なる精神世界、その度に想像の中で、残念ながら私にとって数名のパートナーと議論。それだけでなくピノコに確かに特に天才クラブの面だが、道理でピノコニーの問題を解決し、これでピノコニーの未来は平和こそが私たちのもうピノコニーの今後を心配。あ、賛成だ。じゃあ、あんたたち二人はさずっと俺たちのそばにいたのか。まあ、いつは行こう。ピノコニーの旅は、ピノコニーの旅はこれで終わり。始め、えへん、これで全員揃った。次の目的地を決める会議か。慌てないで、カウボーイ。それは私が説明するわ。ブートヒルとブラックスワンはみんなも知っての通り。ああ、一気に列車が賑やかになりそう。わかったわ。美月さんが寝て、え、怖いんだけど。うむうむ、乗客同士の挨拶がす、まず車掌として皆に礼を言わす。彼らの境遇はいささか残念では、次に今回の航路会議のポイントじゃな。で、一つ目の選択肢は姫子からの提案で、海洋惑星ルサカ、完全に液体で構成された。二つ目の選択肢はベルトからの提案で、アゲートの世界メルスタイン、そこは性格の災いの原点の。三つ目の選択肢はエド星じゃ。その惑星は広大なイオンストームエリアの中。最後の選択肢はブラックスワン提案のガラス抗体パッ。あ、選択肢。それじゃあまずは各自行きたい目的地を選ん。ミーシャとミハイルの故郷ね。ああ、俺も賛成だ。うん、姫子の言うことに。美月の言う通りだ。ルサカ3票。どうやら結論は出たようじゃな。航路会議はこれにて跳躍できるようになったら放送で。跳躍が始まるまで何をしようかな。あら、来たのね。窓の中のどう？美しい夢の。まあ、とても激しいか。じゃあ、あら、いえ、何でもない。ただあなたの気、詳しく説明する前にあなたに謝らせて。実は私たちが初めて無郷ホテルに入った時、それのおかげで私はいつでも。でもそれは公園水は凝固。これはあなたの記憶を。最もこの世の万物は、人の一生は長いように見える。記憶は未来の投影よ。そしてそのほんと簡単な話よ。それは焦らないで。ほら、あなたタイミングを選びたいのよ。あなた、うん、夜にします。ああ、あ、間もなく跳躍が始まる。
ついに出発するみたい。ああそうそう、あの空っぽ生命は一つの迷宮し琥珀歴2158期、紀元元年、宇宙は再び本来の軌道に戻った。陰謀の火種は夢の地ピノコニーでくすぶっていたが、大きく燃え上がる前に栗ほどの金床で火花となり、瞬く間に消えた。死すべき者と死者は眠り続け、聖者もぐっすりと眠ることができる。全員が無言の大声を上げ、それぞれ思い思いのことをする。銀河は各起源の始まりにふさわしい活力を放った。代償はただ一組の兄弟のわずかな悲しみだけだった。赤子が生まれ、恒星が消える、そして銀気が広がっていく。星宮列車の物語はここで一段落したが、また新たに始まるだろう。時は進み続け、開拓の旅も新たな章の幕を開けようとしている。今宵無数の星が流れ、リラックスしてきたでしょ。今こそ寝る。先に結論から言いましょう。サンデーさんとの戦いでは列車の…でも心配しないで。恐ろしい事実だけれど、これからあなたの全ての記憶を記録したこの空っぽ、身をもって体験したこの物語には、それじゃ覚えてる？まずは時計の針を最初、あなたたちはホテルレバリーに着くと、そこでドアボーイのミーシャに出会う。その後あなたは夢の中でホタルさんを助け、彼女と一緒にピノコニーを散策したわ。でも途中、私は死の手から二人を救ったけれど、ホタルさんは現実世界に戻れなかった。信じ、この二つの死をきっかけに、あなたたちは美しい、同じ頃アベンチュリンさんも、その一撃はアベンチュリンさんを倒しただけで、あなたたちとサンデーさん、ロビンさんはようやく物語が終わりに近づいてきたわ。夢のように波乱に満ちたピノコニーの旅を、この物語には、そうね、二人の女性の死は、この答えは除外しても良さそうね。彼は夢の泡の木、残念だけど記憶域で生まれた生命体が、答えは簡単、今この瞬間目を覚ましなさい。間もなく跳躍が始まる。5 4 3 2
こっちよ。また一人。よかった、ありがとうブラックスワン。これでやっと安心。今はまだ状況が飲み込めていないだろうが、できる限り説明しよう。ここは無境と現実世界の狭間、エナの夢から。サンデーさんの野望は覚えてるかしら。彼、残念ながら真実はそれだけじゃない。おそらく秩序の目的は、その中には天外星化体。それもエナの夢の恐る。多分そのヨミさんが事前に策を練っていなく、幸い秩序の運、これがあなた。だメモキーパーである私も、でもあなたの記憶の、普通の人間が、だからあなたの、そしてあなたの無境の欠陥。今サンデーは超敗北したからといって、まだ一筋の希望はある。二人ともついてきて。この人たちはエナの夢。目を受け入れ、幸せな幻想に溺れている人々だ。今のところ彼らが深く寝ついたわよ。ついに来たのね。ロビンさんは自らの意志でエナの夢から目覚めたんだ。そして強い彼女は諦めることなく。私が目覚めた理由はあなたたちと同じよ。夢の中で本当にひな鳥をと。このひな鳥はまだ弱い。僕たちがお世話してあげない。そういうわけじゃないけど。じゃあこのひなが空に戻れるよ。鳥は空を飛びたいからこそ翼を持って生まれてくるんだ。鳥は生まれた時から。その幻覚は甘すぎて、これは私たちの最後の希望でもある。エナの夢はハルモニア聖火隊、童顔の化身。今それは人々の夢の中で眠りたいという願望によってとても強固になっているわ。ティノコニーの全員に夢か。問題はどうや。人間が抱く美しい幻想への、私だってわざわざ彼女が完全に無防備になるよう準備を整えて。でもピノコニーの全ての人となると、それほどの規模の人たち。ああ、この計画はアイオン。だがそれでも黙って見ているわけにはいかない。これはブラックスワンのおかげだ。これは計画の第一歩だ。だがこれほど大きな内部からの突破が難しい。奥室に満ちた整形、そして今この瞬間、つまり大勢。でも呼び、どうやら決め、いや先週同盟を巡回レンジャーに。まさか外のレン呼び、私が返した。ああ、これの持ち、なぜならこれは副葬品。無数の流星が遵守の姿勢を、俺らは長いこと沈黙してた。無境が揺らいだら計画、人間にはついそれぞれの幸せも、もちろんその中、綿密な計画のように。そうだな、全ての人に。つまり最後はハルモニア聖火隊の力は司令と変わらないから、結局は対等な力で立ち向かう必要がある。
美しい夢を役割分担が決まったんなら、それぞれの戦場に向かおうぜ。さあ、少し二人で話せるか。もう一つ説明しておかなきゃ。この盛大な宴はもうすぐ終わる。ここは最後の舞台への出発点であり、彼女が最初に死の向こう側に、あなたは知っておくべきだ。果てしない夢の中で、私があなたたちと状況を打破する鍵を見つけられたのは、すべてあるその人物こそ蛍だ。夢から目覚めた彼女は、星の海で列車を見つけ、秩序の残党に関する情報を教えてくれた。それにはあなたも知っての通り、密航者である蛍は私たちとは異なる方法で無境に入った。どうか彼女の意志を無駄にしないでほしい。これは私たちが全てに勝たなければならないということではなく、それで準備はできたか。わかった。で、この雨は私の記憶が正しく、純守の意志は見ろだが、そうだ、この雨は、それは凡人が運命の道を、そして中には血罪霊、それは虚無から生まれ、私と一緒に、そうだ、私は、そうだ、君は、そうかもしれん、虚無の深淵への道だが、わからない、誰かが、たとえ意味がなくても手を出せ。私が、私は、あ、なぜならそれを、そしてもう二度、そうだ、だが見返る、この手を取り、ついあなたは長い、それは存在の色だ。ありがとう、死ぬ、そして存在の地平線へようこそ。ここは、ここで。えい！現実と想像の境界線は、生命は一つの迷宮。君の計略が、決して。レナの夢は、兄様にとって。完璧ではないが、したり。招待状の質問を覚えてる。生命体は、そう、生命体はなぜ眠るのか、あるいはここから出て、きっ言っただろう。答えは、深い海で溺れている、たとえ人間の弱さゆ、この利己的な本能があるから。そしてあなたは、そうすれば、あなた、雨が強くなりそうだな。別れる前に最後にいくつか質問さ、これまでの美しい夢の中で、あなたはその絆を自ら断ち切ることに恐怖は感じるか。
巨大で現実との区別がつかないほどリアルな無境があったとしよう。そこには別れがなく、誰もが満足感と幸福を得ながら永遠に楽し、あなたはその中で暮らしたいと思うか。なら、その美しい夢が壊れ、あらゆるものが消えてしまうとしよう。友人、全員、彼、あなたはそれでも旅を始めるか。そうか、よかった。耳で聞き、手で触り、頭で考えることで感じ取れるものがある。それを大切にして、感もし虚無が生命の最も原始的な恐怖であり、どんな崇高なその影の後ろには、きっと世界でも全ての命が死に向かって激しく生、私たちは虚無の果てに向かって、虚無の中にいながら、なんと馬鹿げた。だが必ずそんなものがなくても、君が切り、私の未来ではなく、君の過去なら、最後に、もしかしたら、だが、この宇宙、思い出すのが難しいことも、それが記憶というの、今でも覚えている。それが、ライデン、防戦門、メイ。金色の夢が動き始める。これから訪れる夜、あなたは挫折を味わい、悲劇を目にするだろう。やがて世界はモノクロになる。そこには一抹の赤が現れるが、すぐに消えてしまう。だが信じてほしい。あなたが決断を下す、その赤は再び現れる。この言葉の意味をよくかみしめ、目覚めの世界へ帰るという。私たちが探している答えはそこにある。始めるね。一
てみろ。プラス5点。目を覚まして。これが私とコラボスタート。こないだ。あっちは俺様だけで十分だ。出て。回答を楽しみにしているぞ。存在と感知される知識はシャフト、真理を探り誤謬を混ぜる。私がリードする。強化を始めるね。行って、カブ。はっ。楽しみ。ついてきて。秩序な気雑音が。市場がスパ。長期間見据えるのが成功の秘訣。いい作り構成。秩序の夢から抜け出したのですか。
ょっと寝すぎちゃったけどね。ね、あんたの寝起きの悪さを見せてやって。強化を始めるね。生産しましょう。あ、長期間見据えるのが成功の秘訣。フッ、サイネスだ。キズは何をもってゼントス。マジでまといた。想像しろ。答えてみろ。寝て。存在と感知識は尺と真理を探り誤謬を混乱。マイナスだ。低リスク、行って、カブ。エテン。ゾンガ、少しはわきまえろ。またそれ。怖いよ。逃げんな。いい服で構成だね。これは、私たちのコラボ、スタート。回答を楽しみにしているぞ。マイナスだ。